オーストラリアのカンガルー肉は世界でも最も健康的で美味しく地球に優しい赤身肉の一つです。カンガルー肉は自然の牧草地やオーストラリアの草林で草を食べている自然環境で育つカンガルーから責任を持って調達されています。つまり化学物質やホルモンはなく、カンガルーが自然に活動的に生活しているので脂肪のない健康な肉が生み出されます。カンガルーは栄養が豊富な脂肪のない赤身肉です。実際カンガルーは政府の推奨する食事ガイドラインに含められており、健康でバランスの取れた食品として推奨されています。多くの人はカンガルーが飼育されていないことについて興味を持っています。実際にカンガルーは自然の環境で育っているため、抗生物質、成長ホルモン、化学物質がない美味しい肉となります。カンガルーは非常に活発な動物で天然の草を食べます。このような性質により、カンガルーは高品質なタンパク質の源になっています。脂肪 2% と非常に低脂肪で、体に悪い飽和脂肪やトランス脂肪酸が特に少なくなっています。とりわけカンガルーには心臓に良いオメガ3脂肪酸が含まれています。さらに鉄分、亜鉛、ビタミン B12 や B6 といったビタミン B が豊富に含まれています。体内の脂肪沈着を減らすのに役立つ強ヤクリノール酸がもともと含まれていることが研究により明らかになっています。健康的な体重の達成や維持を希望している人には理想的です。スポーツ選手やボディービルダーなど筋力トレーニングに関わっている人なら、カンガルー肉を日常的に食べることでタンパク質が筋肉の増強に役立ちます。タンパク質が非常に豊富で満腹感があります。調理済みのカンガルーのヒレ肉 130g を食べると、成人が1日に必要なタンパク質の 80% が摂取できます。カンガルーの肉は成長中のお子様やティーンエイジャーにも最適です。カンガルー肉に含まれる高品質なタンパク質は成長や回復に重要で、高いエネルギーレベルを維持し免疫の強化に役立つ鉄分や亜鉛を豊富に含んでいます。オーストラリアで生産輸出している全ての肉と同様に、カンガルー肉業界も非常に規制されています。農場から食卓までの追跡システムを実施し、消費の安全と質の一貫性が保証されるようにしています。カンガルーは捕獲時点から処理まで全ての加工過程を通じて特定・追跡されます。定期的に監査や検査を行い、オーストラリアの食品安全性基準と輸出基準に必ず遵守しているようにします。カンガルー肉は非常に体に良いだけでなく、美味しく調理が非常に簡単です。カンガルー肉は自然環境から調達されるので、トップレベルの質の高い肉です。カンガルー肉は牛の赤身肉と似ていますが、美味しい牛肉の味で素晴らしい香りがあります。ニンニク、山椒、スターアニスやシナモンなど様々なスパイスによく合います。私は梅、梨、柑橘類といった香りの強いフレーバーと合わせるのが好きです。多くの高級レストランで使用されており、脂肪が少ない赤身肉なのでとてもヘルシーです。ミディアムレアのステーキなどにできます。鍋やフライパンで調理したり、健康的なサラダにもできます。オーストラリアのカンガルー肉はユニークなだけではなく、高品質商品でもあり、香りが豊かで様々な料理に合います。オーストラリアのクリーンで緑の多い環境から調達され、消費者には不要な添加物がない状態で提供されます。カンガルー肉を食事に取り入れる最大のメリットは、健康増進と優れた栄養を摂取できることです。